しばらくヌビレットに会ってないけど、どうしてるだろうな。あいつの正体とかいろいろ気になるし、いっそこっちから会いに行こうぜ。ヌビレット様、本当にこの剣を直接手掛けられるおつもりですか？ああ。それは一体なぜですか？理屈から言えば、こういったことは警察隊に任せればいいことなのでは。ヌビレット、セドナ、何話してるんだ？旅人さん、パイモンさん、どうかヌビレット様を説得してください。ヌビレット様は一人で事件の調査に当たられるおつもりなんです。先例がありません。最高審判官がまるで私立探偵のように事件の調査をするなんて。気遣い感謝する。だが今はまだそのような考えはない。おっとすまない。場の雰囲気を和ませようとの言葉だったろうに、いささか真面目すぎる返答をしてしまったか。それで一体どんな事件なんだよ。ヌビレットが直々に調査するなんて、何かとんでもない大事件とかなのか？キアラというメリュジーヌに脅迫状が届いたのだ。なるほどな。それで？これ以上はまだ何もない。今ある情報はこれが全てだ。え？はあ、なぜヌビレット様がこれほどまでに執着なさるのか、私にもさっぱりです。先ほどスケジュール表を確認しましたが、確かに本日は裁判がありませんから、どうしてもとおっしゃるのであれば、私もこれ以上は何も申しません。理解してくれて感謝する。後ほど休暇届を書きデスクに置いておく。それをフリーナに渡してくれ。彼女は公務に興味がないとはいえ、手続きに従って彼女には報告する義務があるからな。はい、かしこまりました。後ほど休暇届をフリーナ様にお渡ししておきますね。セドナも、お前が自分で調査をするのには慣れてないっぽいな。この事件に何か特別なところでもあるのかよ。まだわからない。だが、少々過去の出来事を思い出してな。私は、この裏に何か複雑な利益のもつれがあるのではないかと案じているのだ。必ずや、先んじてリスクを排除する必要がある。もったいぶらないで話せって。オイラたち、まだ何にも分かってないぞ。いや、何も隠そうとしているわけではない。ただ過去を思い返すのに、少々考えを整理する時間が必要なのだ。端的に話そう。400年以上前、私はここ、フォンテーヌの最高審判官となり、一連の制度改革を始めた。当時、私の周りには信頼できる者がそう多くなくてな。だがそれでも、能力と品格に優れた部下が二人いた。それが、メリュジーヌのカロレと、特巡隊の隊長、ボートラン。ヌビレットが褒めるほどだから、きっとすごい奴らだったんだろうな。いかにも。しかし残念なことに、私は二人を守ることができなかった。改革の最中、利益を損なった保守派が集い、カロレの立場を利用して政治的な騒ぎを起こしたのだ。私からより多くの権力を手放せるためにな。結果、カロレは自害し、ボートランは追放された。あの件以来、私はメルジーヌに関わる事件をより慎重に扱うようにしている。メルジーヌという種族は、もともと世間から隔離された村に住んでいた。かつて、カロレを含む一部のメルジーヌから彼女らをフォンテーヌ邸に連れて行ってほしいと頼まれてな。
私はその願いに応えた。民衆からすればメリュジーヌは私と特殊な関係にある。彼女らの一挙一動全てが私と関係しているように見えるのだろう。これを利用して攻めてくる者も多い。特に私に不満を抱く者はメルジーニュに関する衝突を故意に引き起こし、その矛先を私に向けようとする。人々の私に対する態度は気にしていないが、ひとたび陰謀の渦が形成されれば無関係な者まで巻き込んでしまう。経験したことがあるからこそ今回はそれを未然に防ぎたいのだ。だとしても自分で調査する必要はないんじゃないのか。フォンテーヌには警察隊とかマレショーセファントムとか、あと特巡隊もいるだろ。これだけいれば真相を調べるのだって簡単だよな。これは過去の経験をもとにした判断だが、私に悪意を抱く集団が存在するとき、その者たちが必ずしも同一の機関に属しているとは限らない。フォンテーヌの政治システムは複雑だ。その利益は様々な部門にまで及ぶゆえ、警察側も真相をすぐに突き止めるのが難しい。つまりよそ人である私が調査をした方がより多くのトラブルを回避できるというわけだ。よそ人？それは違うんじゃないか。ヌビレットはフォンテーヌの最高審判官だろ。全然よそのやつなんかじゃないと思うけど。ああ、そのような困惑が生まれるのも仕方ないだろう。だが自己意識と責務の間に必然的な関係はない。君たちは私の正体を知っていて、他の国でも私の同類にあったことがある。私は人の形態で誕生したが、人間とは本質的な違いがある。審判官という職位への誘いを受けたとは言っても、この社会に溶け込んだわけではない。事実この身分はかえって人々との交流を制限してしまっている。私はここで暮らしているが、ここに属してはいない。それが自身をよそ人と称する理由だ。だな。オイラたちもお前の言った組織とは無関係だし、一緒に調査してやろうか。三人で手を組んで闇に潜む悪い奴らを捕まえようぜ。ふむ、それも悪くない。私は自ら調査をすることが滅多にないゆえ、君たちのようなプロフェッショナルがいればより順調にことを運べるだろう。そう言われるとなんだか照れちゃうな。オイラたちに任せてくれ。今休暇届を書く。後で一緒に出発しよう。では行こう。まずは脅迫状を送られたメルジーヌのキアラに会い、詳細を把握する。ヌビレットは自分がフォンテーヌの社会に溶け込んでないって言ってたけど、本当にそうか？なんかあいつの物事に対する理解ってちょっとずれてるような。まあいいか、とにかく行こうぜ。ところで、さっき自分のことをよそ人だって言ったけど、お前の正体からしたらよそ竜の方が正しいんじゃないか。指摘に感謝する。今後非公開な場ではより正確なそちらを使わせてもらおう。まずは先ほどの訂正をさせてくれ。私はよそ竜として。正規の新人っていうのはね。
天気。キアラ。あれ、ヌビレット様。それに君たち。あ、思い出した。旅人とパイモンだよね。知ってるよ。かわいいやつだな。こんにちは。会えて嬉しいぜ。褒めてくれてありがとう。私に何か用？君に脅迫状が届いたとセドナから聞いてな。脅迫状？ああ、うん、確かにそんなことがあったよ。朝ドアを開けたら隙間から落ちてきたの。私を捕まえるって書いてあったから、てっきりかくれんぼがしたいのかなって思ったんだけど、でもセドナお姉ちゃんが言うには、これは脅迫状でとっても危ないんだって。私はそんなことないと思うんだけど。だってみんな普段から私を気遣ってくれるし。ここ最近怪しいものを見かけなかったか？怪しいもの？怪しいものってどんな人？あ、心当たりがあるのか？そんな人いないよ。では脅迫状はまだ持っているか？何が書いてあるか見せてほしい。ちょっと待ってね。あった。マレショーセファントムから出ていけ。さもなければお前を捕まえてやる。後悔してからじゃ遅いからな。ふむ、シンプルな脅迫状だ。筆跡からも内容からも相手の意図が見えてこない。その可能性は否めない。怪しいものに思い当たる節がないのであれば、私はパレメルモニアへ戻って事件の公文書を洗ってみよう。キアラ、君も一緒に来るといい。我々のそばにいた方が安全だ。そうだ、私まだ調べることが残ってた。この後エローフェお姉ちゃんのところで調査するって約束してたんだ。だが君は今目をつけられている。一人で行動するのは危険だ。そんな時こそオイラたちの出番だぜ。オイラたちがキアラに付き添って身の安全を守ってやる。そしたらキアラを傷つけられるやつなんていないぜ。ありがとう、旅人のお兄ちゃん。それにパイモンお姉ちゃん。あ、パイモンお姉ちゃんはすっごく強いからな。安心しろ。いいだろう。しばし別行動と行こう。キアラのことを頼む。うん、まずはキアラをエローフェのところまで送ってくるぜ。ヌビレット、また後でな。ところでキアラはいくつなんだ？1210、私にもわかんない。私をフォンテーヌ邸に連れてきたのがカロレお姉ちゃんとヌビレット様だったっていうのは覚えてるよ。だから結構昔のことだと思う。確かヌビレットがカロレについて話してたよな。ってことはそれってもう400年以上も前のことなのか？なんでオイラのことをお姉ちゃんって呼ぶんだよ。私記憶力が悪いから。自分の感覚で人のことを呼んでもいいってカロレお姉ちゃんに言われたんだ。タイモお姉ちゃんは私より大人っぽいからお姉ちゃん。そうだったのか。なあ、
旅人、何か聞こえないか？おかしいな。今誰かにつけられてたような。エローフェお姉ちゃん。キアラ、待ってましたよ。あら、あなた方は。旅人のお兄ちゃんに、パイモお姉ちゃんだよ。ええ、存じ上げています。どうしてここへ？何かトラブルにでも巻き込まれたんですの？オイラたちがいるからトラブルってほどのことでもないぜ。約束通り、まずは店を調べるね。いい？ええ、お願いします。うん、危険なし、検査はクリア。どうやら先月のあの事件の犯人はここに来てないみたい。え、もう終わったのかよ。何を調べたんだ？ざっと全体を見ただけ。ヌビレット様が言ってたけど、私たちメルジーヌは特別な目を持ってて、他の人には見えないものが見えるんだって。例えば血痕とかね。どんな方法で洗い流しても一定の時間内なら私たちにはその跡が見えるの。不思議でしょ？さて、調査も終わったところで少し雑談に付き合っていただきたいのですけれど、来月新しい子供服を発売する予定なのですが、モデルになっていただけませんか？いいよ。何をすればいいの？ちょっと待ってくださいね。サイズを測ってあげますから。きちんと体に合ったものでなくてはね。二人とも仲がいいんだな。あ、どこを見てるんだ？まさか、やっぱりオイラたちをつけてるやつがいるのか？しー、こっそり見に行ってみようぜ。キアラちゃんにはきっとふわふわの服が可愛いに違いありません。私もふわふわしてて柔らかい服が好き。おかしいわね、まだ戻ってこないなんて。捕まえた！うわ！おい、シャルロット、なんでこんなとこにいるんだ？待てよ、まさかキアラに脅迫状を送ったのはお前なのか？そんなことするやつじゃないはずだけど。脅迫状？何それ？なんだか問い詰められてる感じね。言っとくけど、君たちの言う脅迫状とは無関係よ。私はただヌビレット様に取材がしたくてつけてただけ。ヌビレットに取材？そう、私に限らず記者ならみんなしたいと思ってるでしょうけど、ヌビレット様の取材は容易なことじゃないわ。パレメルモニアはめったに面会の予約を記者には取らせてくれないの。歌劇場にしたって審判期間中は私が話に割り込む隙なんてない。でも今日は珍しくヌビレット様に街でお会いした上、君たちも何か調査してると来た。これはスクープをものにする絶好のチャンスよ。もちろん出来上がった原稿は必ずヌビレット様に審査してもらうつもりよ。私にも主義ってものがあるからね。当事者が嫌がってることを報道したりしないわ。そうだな、オイラたちは隠密調査をしてるところだからあんまり目立つのはダメだ。そうだったのね。君たちがそう言うなら取材はひとまず諦めるわ。ふう、せっかくのチャンスだったのに。でもその代わり
脅迫状って何のことなのか教えてくれない？誰にも言わないから。わかった。うえ、可愛いメリュジーヌちゃんに手を出そうなんて、それ本当？しー、声が大きいぞ。実は先月キアラに関する特集を出したばかりなのよ。それもかなり反響が良かったわ。近々第2弾を出そうと思ってたところなのに、まさか彼女が誰かに狙われてるなんて。何か手がかりがないか私も記者友達に聞いてみるわ。安心して、君たちのことがバレないよう工夫しとくから。まあたとえ私が内密にしてあげても、これから多くの人がこれを知ることになるでしょうね。それについては覚悟しておいてちょうだい。なんでそうなるんだ？ヌビレット様の一挙一動は常に注目を浴びてるの。彼の異常に気づく人も多いと思うわ。それにこの件はメルジーヌとも関係がある。とりあえず私は行くわね。君たち安全には気をつけて。うっかりシャルロットと長話しちゃったな。早くキアラのとこに戻ろうぜ。いかが？今のデザインが悪くなかったでしょ？すごくいいと思う。確かにとても綺麗だった。クロリンデ、どうしてお前が？しかも自然な感じで話に入ってるし。パレメルモニアを通りかかった時、ヌビレット様があなたたちと協力して調査を行っていると聞いた。ヌビレット様と私は雇用者と非雇用者の関係にある。こんな些細な調査で彼の手を煩わせるというのは少々慣れなくてな。ちょうど時間があったので見に来てみた。それに普段からよくこの店で服をオーダーするから話題は尽きないんだ。そうだったのか、頼りになるぜ。ここは私に任せるといい。あなたたちはヌビレット様と合流してくれ。おう。じゃあキアラを守る役目はお前に任せるぜ。オイラたちはヌビレットを探しに行こう。クロリンデお姉ちゃん、お仕事は忙しい？幸い私の仕事はあまり一気には来ないから私的な時間も多い。じゃあ遊びに行こう。前みたいにビーチでバカンスしよう。ボランティアにも応募したんだ。臨時のライフセーバー。泳ぎは得意だし、きっと役に立てると思う。いざ。ああ、戻ってきたのだな。キアラは無事か？オイラたちクロリンデに会ったんだ。キアラの護衛はあいつがやることになったぜ。なら安心だ。彼女の実力は信頼に値する。キアラの方はもう問題ないだろう。同感だぜ。ところでヌビレット、何か手がかりは見つかったか？今審判記録を読んでいたところだ。中にはキアラが提出した調査報告や、私がここ数十年で審判してきた重大事件が含まれている。二つの方面から準備がしたい。一つはキアラに脅迫状を送った者を見つけ、その背後にあるグループを根こそぎにすること。もう一つは、重大事件における利益関係を分析し、私に不満を抱いている未知の組織を見つけ出すことだ。結構信頼できそうな方法だとは思うけど。
あんなにたくさんの資料、お前一人で読み切れるのか？心配は不要だ。公文書を読むのは早い方でな。何百年も読んできたゆえ、それに関しては一日の長がある。そっか、どうせ暇だし、オイラたちも読むのを手伝うぜ。感謝する。私はまずデスクに積んであるものから目を通そう。君たちは部屋にあるものを自由に読むといい。もう読み終えたのか？少し待っていてくれ。もう少し時間が欲しい。何か進展はあったか？ちょっと資料を読んでみたけど、役に立つ情報はなかったぞ。ここの公文書多すぎるぜ。お前一体どれだけの事件を処理してきたんだよ。その疑問に答えたいのは山々だが、私も正確に統計したことはない。記憶にある限り10万件は超えているはずだ。ここにある者たちは氷山の一角に過ぎない。そんなにあるなんて、最高審判官の仕事も楽じゃないんだな。外部の者から見ればそうかもしれないが、審判と公務の処理は私にとって一種の日常となっている。公文書は量が多い。疲れたのであれば少し休むといい。オイラもちょうどそうしようと思ってたところだぜ。うむ、では私も休憩しよう。よくないか？みんな黙り込んだままなのはちょっと気まずいっていうか。ふむ、私の考えが足りていなかったか。パレメルモニアで仕事以外のことをする者は滅多にいなくてな。何をすればいいのか私にも見当がつかない。こうしよう。喉が渇いているだろう。飲み物を用意してくれ。ノビレットは普段どんなものを飲むんだろうな。
級なワインとかか？なんかディルックの旦那みたいにあいつも家にワイナリーを持ってそうなイメージだぜ。お？ヌビレット、それって何の飲み物なんだ？まるで水みたいだぜ。すっごく気になるじゃん。察しがいいな。確かに水だ。なんで本当に水なんだよ。逆に何だと思ったのだ。なんていうか、最高審判官なわけだし、普段から高級なものを飲んでるのかと思ったぜ。この水は確かに特別なものだ。高級と称しても過言ではない。え？君たちもフォンタという飲み物を飲んだことがあるだろう。実はフォンテーヌには飲料工場が数多くあり、中には浄水のみを売っているメーカーもある。それら飲料水はテイワット各地から届けられたものだ。例えばモンドのシードル湖、リーウェの警察層、稲妻のコンダ村。これは最近発売された新商品で、スメールのアパームソーリンから仕入れられている。口当たりを表せば、シードル湖の水は温かみ、警察層の水は叙情的、コンダ村の水は穏やかな感じがある。各地域の水には明確な違いがあってな。少し味わえば、その中の深みを感じられるだろう。本当か？どれどれ？どうだ？全然わからないぞ。これってただの水じゃないのか？ふむ、それは残念だな。君のセンスにはまだ改善の余地があるようだ。どうとかの問題じゃないだろう。普通のやつには絶対わからないぞ。逆になんでお前はわかるんだよ。お、もしかしてお前が水流だからか。ここには他の人もいないし、この話をしてもいいよな。実はオイラずっと気になってたんだ。お前は水流なのに、なんで人間社会で最高審判官なんかやってるんだ？あ、その、なんとなく聞いただけだから、嫌だったら答えなくていいぞ。別に隠すことではない。ただ、考えを整理しているだけだ。心にある疑問の答えを探すため。私はこれを理由に、この職位についている。疑問？何かわからないことがあるのか？数多くある。最大の疑問は私自身の存在についてだ。簡単に言うと、私は自分がなぜこのような形態で生まれたのか、そしてこの長き命がどこへ行き着くのか、それすら分かっていない。生まれた瞬間から私は数多くの記憶を失っていた。例えば原始大会だが、それが私と関係しているということしか覚えておらず、その関係が何なのかもわからない。他の元素の竜王ならば何か知っているかもしれないが、彼らは各国に散っている。軽率に訪問すれば予期せぬリスクを生む可能性があるだろう。確かに。中には個性的なやつもいるしな。だから私はこれらの疑問を抱えて生活を送るしかなかったのだ。そうして長い時が過ぎた。その中で気づいたことがある。私は容易に人間の感情に共鳴できるのだと。たとえその感情の意味がわからなくてもな。だから私と人間には必ずや何かしらの共通性があると推測している。彼らを観察すれば、いつか自分の存在意義がわかる日が来るかもしれない。それで、今まで何か進展はあったのか？いくつかあるかもしれないが、
それを説明するのは難しくてな。私はよそ人であるゆえ、他者と深く交流する機会が滅多にないのだ。だから、君たちには感謝している。このような雑談は私にとって貴重なもの。惜しむらくは、時間に限りがあるということか。さあ、そろそろ次の調査に移ろう。まだ公文書を読むのか？おいら、もう頭がコラコラしてきたぞ。公文書にはもうほとんど目を通したが、これといった手がかりは見つからなかった。ただ、先ほど水の話をしたとき、別のアプローチを思いついてな。水？あ、もしかして。いかにも。ルキナの泉は、フォンテーヌのすべての水が交わる場所だ。そこには、数多くの記憶と感情が沈殿している。もしメルジーヌを利用して、私を狙おうとする組織がいるのなら、その組織のメンバーは必ずや、私に強烈な恨みを持っているはずだ。つまり、水元素力の感知を使えば、ルキナの泉から手がかりを見つけられるかもしれない。その手があったか！今すぐ行ってみようぜ！うむ。それに今はちょうど夕刻。ルキナの泉にはあまり人がいないはずだ。急いで向かうとしよう。様、ルキナの泉に行くみたいだぞ。邪魔しないでおこう。何があったんだろうな。どうやら運のいいことに今日は人が少ないようだ。それで何をすればいいんだ？旅人、泉の中から声は聞こえるか？
私がルキナの泉の記憶を調べよう。君たちは安全な位置まで下がっていてくれ。安全な位置って、ヌビレット何をする気？うわ、光ったぞ。なんだこれ。私をここへ連れてきてくださりありがとうございます。ヌビレット様、フォンテーヌ邸は本当に賑やかですね。見たことのないものや聞いたこともないものがいっぱい。気持ちの高まりはわかるが、礼なら必要ない。君たちの願いに応えたのは確かだ。しかしそれは知りあってのこと。メルジーヌの特殊な資格はマレショーセ・ファントムにとても適しており、今後のフォンテーヌの捜査機関にとって重要な力になりうる。分かっています。ですが皆さんの役に立てることが私もとても嬉しいんです。ヌビレット様へ恩返しができるだけでなく、生活も満ち足りたような気がして。充足とは危険を伴うものだ。最も安全な選択は村にいること。ですが私はそれでも外へ行ってみたいのです。実は私は自分がなぜ生まれてきたのか、自分に何ができるのか分からずにいました。村でおよそ20年ほど暮らしましたが、答えは見つかりませんでした。だから私たちは村を離れて存在意義を見つけようと考えたのです。私には君の心に迷いがあるように感じる。どうやら我々は同じ疑問を抱いているようだ。私も自分という存在について疑問を持っている。それゆえここへ答えを探しに来た。本当ですか？ではどうすればヌビレット様のようにここに溶け込めるのでしょう。実は今日も数多くの人々が村に帰れと言いながら私たちに石を投げてきました。特に頭にぶつかると本当に痛くて、泣かないように必死に我慢したんです。一般的に考えて、異なる種族が共に暮らそうとする場合、時間と努力が必要不可欠になる。これはとても険しい道のりだ。計り知れない困難が待ち受けているだろう。異なる身分、異なる考え方、そのどれもが大きな隔たりを生む。それを取り除くのは決して容易ではない。私も君たちと同様、この社会には溶け込めていないゆえ、教えられるほどの経験は持ち合わせていない。たとえ高い地位に座していても、あくまでよそ人に過ぎないのだ。そうだったのですね。では共に頑張りましょう。ヌビレット様、いつか必ず私たちの存在意義を見つけられるはずです。ああ、君ならできると信じている。だが今は目先の困難にも目を向けなくてはならない。何か困ったことがあれば特巡隊の隊長ボートランに連絡するといい。え、それって私が今日パレメルモニアで会った方ですか？そうだが、何か問題でも？あの牧年人さん、話しかけても無視するんですよ。もう、こう
公務に私情を挟まないって感じで。彼は誠実なものだ。今後は協力する機会も増えるだろう。好意にするといい。必要ない。ありがとう。こんにちは、メリュジーヌのカロレです。何か手伝えることはありますか？どう言って、さもないと警察隊を呼ぶわよ。落ち着いてください。決して悪気は。どうかしら。あんたの言う通りだ。化け物からは離れた方がいい。こいつらが来てから変な事件がますます増えてる。こんな出所不明な種族信用できないわ。こんな奴らをフォンテーヌ邸に住まわせるなんて、ヌービレットは何を考えてるの？それだけじゃないぞ。あの最高審判官はこいつらに官職を授けて、そればかりか事件の調査までさせているって言うじゃないか。きっと俺たちには想像もできないような利益が関わってるんだろう。さっさと失せな。わざとらしくここでパフォーマンスするんじゃないよ。嫌です。ヌビレット様の悪口は許しません。私たちはマレショーゼファントムに加わってから数多くの事件を解決してきました。悪いことはしてません。事件の解決？そりゃヌビレットはあんたらとグルなんだから手柄なんていくらでも偽造できるだろうさ。近頃起きてる数多くの事件や騒ぎ、その全てがあんたらメルジーヌと完全に無関係だって保証できる？私は。口下手ならば宣伝はするなと前にそう言ったはずだが。フォートラン？君たち根も葉もないことは言わない方がいい。これ以上マレショーセファントムのメンバーを侮辱するなら、特巡隊は君たちを連行して取り調べをする。近頃は陰で何らかの動きがあるためか事件が少なくない。皆の心配する気持ちはわかるが、メルジーヌ一族がそれに関係しているという証拠はまだないのだ。ち、特巡隊の隊長がメルジーヌの肩を持つなんてね。どうやらヌビレットがいじくった法案組織はもう完全に腐りきってるらしい。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。聞こえていたのか？はい、聞こえていました。どうして人々は私たちを信じてくれないのでしょう。私には分かりません。一部では君たちが災いから誕生し生まれつき危険があると噂されている。君たちに関するネガティブな噂は数えきれないほどある。フォンテーヌ人が君たちを受け入れることは不可能だろう。早く諦めることだ。ヌビレット様がおっしゃっていました。私たちには時間と努力が必要だって。私にもどれだけの時間が必要なのかは分かりません。ですができるだけのことはしてみるつもりです。だからもう少し頑張ってみます。助けてくれてありがとうございました。では私はこれで。昨晩チラシをたくさん書いたので皆さんに配らないと。俺にもくれ。まさか募集するつもりですか？一緒に配れば早いだろう。さっさと終わらせて帰るといい。様、これは何ですか？平和勲章。
君とボートランに贈られるものだ。この5年間君たちのたゆまぬ努力により小さな一歩ではあるが、メルジーヌは人間から信頼を得られた。俺は遠慮しておく。そんなこと言わないでください。これも一緒に頑張ってきた結果なんですから。メルジーヌと人間が仲良く暮らす日はもう目の前です。考えただけで嬉しいですね。いや、俺たちが得たのはほんの少しの進展に過ぎない。君の想像する光景が来る日はまだまだ遠いだろう。本当に僕ねんじんなんだから、こんな時に気がそがれるようなこと言わないでよ。ボートランの言うことにも一理ある。現在人間が持つメルジーヌへの信頼はとても脆いものだ。いつでも瓦解する可能性がある。二人ともしばらく身の安全に気をつけてくれ。はい、わかりました。平和勲章？本当に平和になったら俺たちはどうなるってんだ。本当にやるの？武力に関しちゃ束になったってヌビレットの相手にはならない。万が一。大丈夫さ、奴が最高審判官である以上直々に俺たちと対面することはない。政治には政治のルールがあって、奴もそれを守らなきゃならない。さもなきゃフォンテーヌの社会と敵対することになるんだからな。ビクビクしないで一丁でかいのをかましてやろう。殺人事件はすでに用意してある。メルジーヌに濡れ衣を着せれば、メルジーヌをフォンテーヌ邸に連れてきた奴だって責任逃れできないだろう。やるしかないか。ああ、これも全部奴が請求に組織を改変しようとするからよ。私たちの権力がますます減ってきてる。奴には目にもの見せてやらないと。犯人を突き出せ。メルジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。共存なんて土台無理だったんだ。ここから出ていけ。二度と来るな。調査結果が出ました、ボートラン隊長。いえ、直接的な証拠はありませんが、確信によって利益を損なった旧勢力が裏で主導していると推測します。彼らはカロレさんを騙して事件現場へと連れて行き、彼女に容疑を背負わせました。その後ヌビレット様に過ちを認めさせ、権力を失わせるためにパニックを引き起こしたのです。民衆の怒りは静まらず、警察隊が足止めを食らってしまったために迅速な介入ができませんでした。カロレさんは自らの命を犠牲に事態を収めることを選んだようです。あいつ、俺を僕年人などと言っておきながら、こんな事件少し調べればはっきりさせられる。真相を民に伝えればよかっただろう。なぜこんな方法で無実を証明しようとした。当時感情的になった多くの民が警察隊と衝突し、危険な状況にありました。おそらくカロレさんはそうする他にいい方法がないと判断したのでしょう。あいつはそういうやつだ。ボートラン隊長、
調査結果を直ちにヌビレット様に届けますか。いや、全ての情報を遮断するよう警察隊に通知しろ。情報の遮断？まさか。ずっとあいつには言ってなかったが、俺にはイロリアという幼くして死んだ妹がいた。イロリアはカロレとよく似ていた。ナイーブで優しく、この世の悪を知らない。そのようなものは欺瞞や裏切りに対抗する能力を持たないんだ。だからあいつに会った時、俺はカロレが他人に利用されやすい存在だということに気づいた。だからこそわざとしかめ面で説教をして手を引くよう仕向けたんだが、どうやら失敗に終わってしまったようですね。ああ、それどころか俺の方が彼女に影響されて、その儚い夢に向かって頑張るようになっていた。もっと早く気づくべきだったんだ。ヌビレット様や俺に手を出す勇気のない奴らはいずれカロレに目をつける。俺の気持ちがわかるか。今俺の頭の中にあることはただ一つ、血は血であがなってもらう、それだけだ。お気持ちはわかります。ですがヌビレット様はきっとそのやり方に賛成しないでしょう。だから情報を遮断するんだ。容疑者のリストを俺に渡せ。その後のことは君たちとは関係ない。生まれる罪は俺一人が背負う。